チャオ、あっちゃんです。今日は1月の26日かな、土曜日、あっちゃんの朝ごはんです。朝からね、朝ドラ見て、チコちゃん見て、今9時ちょいです。はい、朝ごはん食べましょう。では、ちょっとこれ、お弁当に使う練り物。チーズはんぺんとちくわ。これはね、私のフレンチ。私のフレンチを塗りましょう。私のフレンチをね、ちょっと今ね、ガーリックトーストになってめちゃくちゃ美味しいね、これ、子供これ結構好きですまた、また変なくなった顔、これはいいわ。まだお料理使ってないけどね、はい。でここにね、適当にしていきましょう。しょで、チーズ、今日雨じゃない、雪やね。チーズ、朝からなんか窓が明るいなと思って雪積もってしょ。でこれ焼きましょ。はい、焼けました。食べましょう。しょ、いや、1週間もね、終わったね。お疲れ様でした。お弁当作りもね、これでちょっと2日間お休み。まあね、疲れたりね、嫌やとかね、もう早くもうお弁当作る、いや、もう1000円で日が切りんかなとか、そんなんはないんやけどね、作っててね、楽しいっていうか、喜んでくれるのはあんねんけどね。まあそれよりもね、寝不足が辛いので、やっぱりね、朝ちょっとこう、まあ早寝りゃええだけのことやねんけど、それができへんから、はい、いただきます。あ、ガーリック美味しい。もうちょっとね、編集がうまくいって早く寝れたいんだけど、やっぱり1時2時になるよ。今3時間ぐらいしか寝られへんねん。10時とか寝られたらね、10時11時寝られたいんだけど、ほんまに朝方に9時とかに寝て3時に起きて1時間ちょい編集するってもありかもわからんけどね。ちょっと生活のペースを変えなあかんのかな。でも今日はね、6時間半ほど寝られたかな。はんぺん美味しい今日はね、土曜日、あっちゃんオフの日です。ほんまオフじゃなかったよ。今日もちょっとね、外ロケをしよう思ってたんね。土曜日やねんけど、土曜日やからこそできることしよう思ってんねんけど、雪積もってさ、こんだけ欄干のとこにね、2センチぐらい雪積もってんのかな。まだ降ってるわ。昨日一人でよかったよ。
チッパーも美味しいな。レモン結構好きやね。ほんとね。お弁当に使う練り物の。なんだろう。ガーリックチーズ、ガーリックトースト。フレンチトーストとまた違うもんね。フレンチのトーストって言ってんだ。大福。うん、その大吉の上に大福ってあるね。西宮神社。行ってみたいな。魂抜けたみたいになってる。今日ね、実はね、左足と左側の腰、これと前腕が筋肉痛でパンパンやねん。右足も微妙にパンパンやねん。それがランボルギーニなんよ。すごい体力使うの。でもね、多分普通の人、普通の人っていうかね、あっちゃんに体力あるしでもランボルギーニは運転できへんのもん。あのディアブロとかカウンタックはね、その後の新しいのは誰でも乗れる、うん、乗りやすくなってるけど、あのマニュアルミッション、マニュアルミッションっていうか、まあ、90年代以前のランボルギーニはね、パワーアシストがないから乗られへん。ほんまに撮影のために一瞬乗ったみたいな感じだよね。うん。うん。あ、来た。全然カメラに見えん。おぉ、かっこええ、高翔へってかっこええな。
なあ、あー美味しかった。あのね、私のフレンチベースで練り物でチーズ合うよ、ピザソース塗っていろんなもの乗せてチーズ乗せて焼いてピザトーストみたいにするのも美味しいんやけど、私のフレンチ、ちょっとガーリック強いから、あの休みの日とかの方がいいかもわからんけど、それ使ってで上に何か具材乗せてチーズ乗せて、要はピザソースの代わりに私のフレンチ使ってピザトーストにしたら美味しい、これ結構合うよはい、おすすめです。ということで今日のあっちゃんの朝ごはん、私のフレンチの、練り物トースト美味しかったです。ごちそうさま。ということでね、今日ちょっとね、あのもうお休み進行になるから、まあ、もしかしたら動画ちょっと撮るかもわからへんけど、雪降ってるんで外行けない。だから外ロケ全部、キャンセルです。で、これキャンセルになったらね、もうちょっと当分撮れへん。当分でこの思ってた企画ができへんので、もう企画倒れで終わっちゃうかもわからへんけど、まあ、ちょっとね、来週どうかなわからへんねんけど、まあ、雪次第。一回雪降るとね、ここ2、3日、うちの前は溶けへんから、ロケするにはちょっとしんどい。まあ、この辺で撮ってるからね。だからねんけど。この企画は飛ぶかもわからへんねんけど、まあいいわ、また違うこと考えましょう。まあ、いろいろとね、新しい企画というか、いろいろやっていきたいと思います。はい、ということで今日のあちゃんの朝ごはんこの辺で終わりにしたいと思います。ごちそうさま。今日のあちゃんの朝ごはんよかったよと思ってくれたら高評価を、応援コメント、チャンネル登録して、これからも見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。